レオ・セクストンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの金メダリストである。セクストンがオリンピックに出場した1932年、砲丸投げの世界記録は16.04メートルで、チェコスロバキアのフランチシェクドーだとアメリカのハーマン・ブリックス、ドイツのエミール・ヒルシュフェルトの3人が世界記録保持者であった。 オリンピックを前に、ブリックスとセクストンは16.07メートルの投てきで世界記録を更新するが、この記録は直ちに公認されなかった。この後、ロサンゼルスオリンピック出場を決める選考会が開催され、アメリカ代表としてセクストンが1位で通過、ネルソン・グレー、ハーロー・ロサートがセクストンに続き、セクストンより評価の高かったブリックスは5位に終わり、 出場することができなかった。その間に、ポーランドのジグムントヘルジャスが16.05メートルの公認の世界記録を樹立した。1932年ロサンゼルスオリンピックの砲丸投げはアメリカとヨーロッパの対決に注目が集まっていた。しかし、ロサートが1投目に15.67メートルの投てきを見せると、この記録に届くヨーロッパの選手はいなかった。唯一、 チェコスロバキアのドーダが銅メダルを獲得した。しかし、セクストンは最終投敵で16.00メートルのビッグスローを見せ、ロサートを逆転、金メダルに輝いた。オリンピックの後、セクストンは16.13メートル、16.16 16メートルと立て続けに世界新記録を更新。しかしその1ヶ月後にはドーダが16.20メートルを記録し、 セクストンは世界記録を奪われた。ありがとうございます。